ね。今の大谷選手を作ってる。作ったのは大野雄大の力があるかもしれない。あると思ってるよ。立浪さんと食事行かせてもらった時に、おい祖父江お前気にしてるらしいな、取らねえよ。金メダルどこ行ったかなと思って、おもちゃ箱にドーン入ってた。ベストナイン、ベストナイン、あとブサイクランキング、それはもらってないですね。僕を使ってください絶対に。はい、始まりました、祖父江大輔初 MC コーナ ー。大丈夫、できる、できる、ほんまに初めてだねこんな、うん、このコーナーではこの抽選箱に入ったくじを僕が引いて、その紙に書かれた内容をトークしていくっていう内容になってます。はい、ご協力お願いします。はい、はい、じゃあもう早速始めちゃっていいですか。はい、じゃあ早速引きたいと思います。紙で、はっ、 お題はじゃん、家族です。家族、はい、はい、ファミリーですね。はい、ファミリー。家族って、まあ、皆さん結婚されてますよね。はい、で、家で野球の話とかするんですか、大野さんは。そうですね、ね、お仕事ですから、うんうん、まあ、家では全くしない人もいますし、うん、まあ、僕はする方ですね、うん、まあ、妻も野球のことは詳しいんで、うん、まあ、ああだったこうだったとか言いながら。じゃあ試合に勝った時はおめでとうとか。まあ、そうですね、そんなに感情を出さないタイプとかではないんで僕は、あの、ね、家では全くとかもないですし、今日はどうやったこうやったって言いながら、よかったね、あかんかったねとか。逆に負けた時に何してんのとかはない。あ、そこまではない、そこまではない、一応あの、まあ、立ててくれてると言いますかはあるんで。子供が 3? あ、この前ね、11月の11日に生まれまして、おめでとうございます。3人の、はい、父親になりました僕が。大丈夫か、大丈夫かね、ほんまに。3人目、はい、女の子、女の子、男の子ですね。男の子、あ、いいね。じゃあ野球をやらしたいとかあるんですか。まあ勝手に始めてくれたらいいんですけどね、うん、僕はまあちょっとやってほしいなっていうのはちょっとありますよね。確かにね。え、柳さんは。僕はまあ、はい、子供が一人で、うん、あ、そう、今2歳なんですけど。女の子、男の子。男です。あ、じゃあ野球やらしたいとかあるんですか。やらしたいっていうか、やっぱりそのグローブ自分で持ったり、はい、ボール投げたりするので。2歳で、はい、すごいな。結構かわいいですね。そういうことね、はい、で、まあ、柳投手も、いや、でも僕も やっぱ家でめっちゃ野球の話もしてしまうんで。あ、そう、はい、普通に持ち帰ってしまうタイプです。持ち帰ってしまうというか、あの、家でもずっと野球の話をしちゃうタイプです。逆に俺は野球の話全くしないから、家で。しなさそうですもんね、うん、全然全然、うん、でもやっぱりあの打たれてイライラすると玄関の前で忘れようと思ってカチャってか、はい、ただいまって持ち込まないタイプ、ね、うん、持ち込まない。相手も、まあ、相手って奥さんも子供も全く野球のこと聞いてこないから、だから一切したことないから、うん、でもいいね、そういう風に、野球の話できるってね。いいんですかね。いいなと俺思うけどね。うん、家でだってあれでしょ、なんか植物ばっかり育てる。そうそうそう、植物には話しかける、うん、植物園の人と思われてるでしょ。そう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 、ね、パパは植物 あの仕事してると思われてる多分。じゃあ娘さんが例えば植物にちょっと触ろうとしたりとか、うん、それ怒るよね。怒る、厳しく。ダメだよそれは。厳しい。多分野球のボールあっても全然何も言わないけど、植物だとダメだよ、そこは触らない。そうかそうか、はい、じゃあ続いていきたいと思います、はい、じゃん、二刀流かっこ大谷翔平。あ、すごいですよね、今年活躍されて、あれ、大野選手は大谷翔平さんと選手と一緒にやってるんですよね、代表で。ね、侍ジャパンで。そうですね、2015年の代表の時だったんですけど、うん、まあ、大谷選手もいて、うん、まあ、その時からねもちろんすごかったんですけど、ずば、うん、抜けてましたよね。あ、まあ、で、まあ、僕がそのね代表のチームメイトと、うん、まあ、アホみたいな話をしてね、うん、僕が酔っ払った時の話とか、まあ、
いつだったかな、2014年か15年のオールスターの時に、うんうん、僕がちょっとあの酔っ払っちゃいまして、うん、夜のね、うん、山井大輔さんに食事に連れて行ってもらって、でその時に酔っ払いすぎちゃいまして、埼玉県か、あ、違う、立川の立川パレスホテルで、エレベーターで、ね、酔っ払って前歯折っちゃいましたよ。それは大谷選手も知ってるんです。そう、その話を僕はその代表メンバーの時に知ったんですよ。いや俺あの時酔っ払ってさ、前歯折れちゃってるとか言って、みんなバーって笑ってる時に大谷君も隅の方でクスって笑ってくれてました。完全にそのクスはバカだな、うん、こういう選手にはなりたくないなと思って。反面教師ですね。反面教師、恥ずかしい。そうか。でも二刀流ってでもすごいですよね、大谷選手って。中日の二刀流はもうやらないよね。まあ確かにバッティングいいからね、うんうん、僕同い年なんですけど大谷選手。あ、同い年なんだ、はい、大谷世代ですね、完全に。ああ、なるほど、はい、やっぱ同い年全然勝てそうにない。いや、まあちょっと見えてきたかなっていう部分は。絶対勝てません。 100% で勝てません。どこで勝ってるからやるよ大谷。まあ、あ、どっか強いて言うなら大谷選手にここだけは勝ってるぞみたいな。まあ、顔はどっこいどっこいですから、ね、全国の大谷ファンに謝ってください。すいませんでした。大谷選手ね、投手として23試合で9勝2敗防御率 3.18。 あ、勝ってるね、勝ってるよね。今年何勝ですか？11勝ですね。ああ、勝ってるね。でもちょっとレベルが違うな。レベルが違うね。うん、謝ってください。すみませんでした。そうか。え、でもやっぱり対戦してみたいとか、相手がバッターとしてしてみたいですよね、うん、やっぱ、まあ。もうちょっとしたら日本に戻ってくるとかないのかな。まあ、メジャーで終わるんじゃないですか、あれクラスは。一、ね、回でも対戦してみたかったな、俺も。大野さん喋ったんですか？その時に、いや、うん、なんか直接、いや、ほんまになんか、そうそう、まあ、その話を聞いてて、まあ、次の日ぐらいに大野さんって楽しい人ですねみたいな言ってくれたけど、多分内心はこいつアホやな思われてるけど、でも支えになったかもしれない、それは反面教師としてね。あ、うん、ね、そうやな、そういうことだよね、うん、今の大谷選手を作ってる、作ったのはちょっと大野雄大の力はあるかもしれない、うん、あると思ってるよ僕は。 ないです、うん、謝ってください。すいませんでした。そうか、確かにね。じゃあ二刀流っていうお題なんで、二刀流って言ったら何かあります？あ、自分自身、うん、自分自身の野球以外でも。そうですね、うん、まあ強いて言うなら、うん、野球選手の中では喋れる方かなと、うん、しゃべりと野球の二刀流、うん、そこは自信あるんで、まあ、将来引退した後お仕事よろしくお願いします。何でもします、よろしくお願いします。でも柳もそうですね、僕もまあ、うん、割と喋れる方かなと思って、うん、皆さんぜひよろしくお願いします。おいおいおい、僕を使ってください絶対に。もう次行きたいと思います。じゃ次次は何だろう。じゃん、優勝。ああ、確かに優勝、優勝ってまあ自分も含めて優勝は経験してないもんね。今年、ヤクルトが最下位から優勝したということで、うん、柳選手なんか思うことあります？いや、まあ、ヤクルト本当に今年は強かったなと、僕も本当によく打たれたんで、うん、まあでもドラゴンズ、まあそうですね、ヤクルトもその最下位から優勝ということで、うんうん、ドラゴンズも来年全然チャンスあると思うんで、確かにね、頑張りたいですね。え、ヤクルトとの今年の対戦成績みたいのはあまり良くない？いや、もうスコスコに行かれましたね。じゃ完全に優勝に貢献したんだ。貢献しましたね。あと村上選手の100号ホームランにも僕一番貢献してるって数字出てる、うん、そんな打たれた？結構、はい、6本打たれてます、うん、通算めちゃくちゃ貢献してるな。雄大はヤクルトの成績は？僕も多分あんま良くないですね。今年は2試合ぐらいかな、1試合か2試合しか投げてないんですけど、まあ抑えたイメージないですね、うん、まあ強いですもんね、やっぱりね。確かにね、強かったよ。投げててもちょっと、特に神宮だと怖かったよね、投げるのが。やっぱいいバッター多いし、まあ、ほんまにそうなんですよね、まあ、塩見選手が出てきてね、うんうん、で青木さんが軸としていて、うんうんうん、で山田村上のスーパーコンビがいっていう、抑えるの大変ですよね、ほんまに。大変です。確かに、まあ、あとピッチャーも良かったし、ね、中継ぎ、まあ、同じポジションで見てるとやっぱりいいピッチャー。今年ねヤクルトが強かった原因ってそこっすよね、うんうん、いつもピッチャーが課題って言われてる中で、
抑えたじゃないですか、みんな先発もまあ良かったし、奥川君が出てきたりしましたけどね、中継ぎ投手もまあ清水投手、ね、含めて良かったし、まあ、先輩もね、あんまりシーズン中は優勝したいとかあんまり言わないですよね。いや、なんかシーズン中に優勝したいって考えちゃうと、あ、なんかちょっと新庄さんみたいな考え方なんですかね、徐々にやってって、うん、優勝なんてそこに繋がっていくみたいな、うん、ビッグボスと一緒っすねいや違うんですけど、でも結局シーズン中なんて、うんうん、まあ、一戦一戦を思ってね、ほんまにね、ね、始まる前はざっくり目標として優勝ってなるけど、いざ始まると、シーズン始まると一試合一試合になって、ね、遠すぎてね、ちょっとね、ちょっと遠すぎるからやっていかないとね、うん、来シーズンは優勝できそうですか、柳木さん。はい、優勝しますよめちゃくちゃ強いです優勝でもしたいよね。いや、したいですね、ほんまにこのメンバーでしたいですよね、このメンバーでね、ビールかけとかしたいよね、最高にはしゃぎたいですね、うんうん、テレビでビールかけやるときにハメ外しそうだよね、ハメ外したいやりたいですね確かに、あの監督もね、あの、うん、ビール瓶で頭割っていいみたいな言ってましたもんね、うん、あ、言ってたけどね、すぐ言ってください、じゃあ。いや、俺はダメだよやったら総さんがやりました、うん、次すぐあの新聞でね、優勝の前にね逮捕ってね祖父江逮捕、祖父江逮捕、優勝の前に優勝するためにこの選手に頑張ってほしいとか、うん、自分これだけの成績残したいとか、うん、あ、なるほど、教えていただきたいです。小野選手ありますか。はい、まあ、優勝するために自分ができることですよね、うん、まあ、やっぱり貯金になってくると思うんですよね、うん、選抜投手なんで、うんうんうん、それがそのままチームの順位に関わってくると思うんですよね。で、もともと貯金があんまりできるタイプのピッチャーじゃないんで、僕はなかったんで、まあ最低でも、まあ、7つぐらいですよね、したらそれだけでね、確かだいぶ順位変わってくると思うんで、そうですね、7つ目標にっていうところですね。で、逆に後輩に、まあ、優勝するために後輩、うん、まあピッチャーの中でも上の方だし、うん、まあ、誰か期待してる、優勝するためにはこいつが頑張ってほしいとかあるんですか。まあ、本当は投手のこと言った方がいいと思うんですけど、うんうん、まあ、やっぱり打ってほしいんで、特に打って勝ったっていう試合がやっぱり1試合でも増えてほしいので、うん、まあ、石川昂弥、石川昂弥、ね、あの期待はすごく大きいですよね。確かに。柳選手ありますか。いや、まあ、あの優勝したいですけど、まあ、自分が活躍しないでチームが優勝しても、うんうん、僕はあんまり、うん、まあ、喜べないかなと思うんで、うん、まずは自分がしっかり活躍して、うん、まあ、そこでチームが優勝すれば、うん、はい、もうそれが一番いいです そうね、頑張りたいですね。自分がやってプラスで優勝、そうです、ね、まあ、頑張れば、柳が頑張れば優勝に、まあ、近づくしね。確かに。そうですね。じゃあ柳も、まあ、去年2冠ということで、まあ、去年、はい、今シーズン二冠で、いや、まあ、次に期待するっていうか、いや、まあ、期待してる若手っているんですか。いや、若手ってじゃないんですけど、うん、来年は周平さんが、うん、はい、いっぱい打つと思うんで、はい、皆さん期待してください仲いいよね、周平と。すごい仲いいですね。ね、はい、仲良しだよね。はい、月のことね、いつもいじってるしね、はい、本当にいじってました、ね、周平さん、なんかお立ち台でも言ってたよね、なんか、はい、周平さん打ってくださいよ、あ、なんかエラーしたのかな、ノック打つんで、あ、ノック打つんで確かに、はい、先輩はじゃ、いや、僕も、まあ、上からピッチャーだと上が谷本さん、うん、僕で雄大ってなってくるから、はい、まあ、自分の成績はもう自分で考えてやれることを必死にやるっていうのはあるんだけど、期待してるのはやっぱり藤島、うん、なんか自分と似たようななんか経歴っていうか、プロ野球のなんか流れで来てるような、ボロ雑巾から始まってね、そうそう、ボロ雑巾から始まってで勝ちパターンに投げれるようになって、うん、なんか一緒のあれを進んでるから、うん、なんか、まあ、藤島には期待してる、うんうん、まあ、僕も負けないように頑張らなきゃいけないですけど、うんうん、じゃあ続いて、はい、いきましょう。なんかテンション低くない、なんもない、 MC がいたくさん、ね、カバーしてくれよ、もっとポンポン、続いてじゃん FA やだね自分のやつ来ちゃったFA か FA、 まあ大野は去年
FA を取得して、まあ、残留っていう形になったけど、はい、残留して良かったですか？良かったですね。まあ、1年やってみてたと思うんですよね、まあ、うん、その成績はね、うん、良かったものではなかったんですけど、うん、ただやっぱりドラゴンズに残って1年やってみて、うん、やっぱ良かったと思いますし、よそに行ってっていうことはね、まあ、やっぱり考えられなかったですから、やっぱこのチームで優勝したいっていう思いで残って、まあね、その契約があるうちに本当に優勝したいなっていうので、で、まあ、今又吉が FA になるっていう、FA を宣言したじゃん。まあ、残ってほしいってのはあるけど、なんか声かけたりした？まあ、難しいんですよねこれってね、本心は残ってほしいですよ、やっぱりね、あれだけ投げられるピッチャーって貴重ですし、もう抜けた時にその失った大切さ、失った時に大切さが分かるって、あんまあいつのことやと思うんですよ、やっぱりもう今の時点で分かっちゃってる、まあまあまあ分かってますよね、分かってるし、ただ本当にシーズン始まってみたらね、あれ又吉おったらなみたいになると思うんですよね、まあでもただ本当にね、個人が取ったものなんで、その勝手にこっちの意見だけで引き止められないですよね、こればっかりは。まあ、そうだよね。うん、え、柳は、いや僕はまだ FA まであとどれぐらい、FA は全然3年ぐらいあると思うんですけど、もしその状況になったら、いやでも分かんないですよね、もう大野さんとかには残ってくださいよとか、まあ、言ってたんですけど、まあ、自分がそういえば俺に言わなかったよね、残ってくださいよってなかったよね。あ、ソブさんは多分残るかなってあ、そっち、あ、出てけとかじゃなくて、しっかり残ってほしい、案の定案の定地元愛とか言って、まあ、言わなくてもよかったなあの柳の言う通り残る気満々だったねまあ特に何にも考えてなかった、もう残りたいで、まあ、優勝したいっていうのが、まあ、せっかく取ってもう5位、ドラフト5位で遅い、ね、年齢で入ったから、まあ、感謝しかないし、まあ、残るっていうことを考えてたんで、まあ、ほぼ誰にも相談してないかな、まあ、雄大にどうなのぐらいしか、誰も相談せず残る気は満々でした、そうですね。じゃあ続いていきましょう、はい、行きましょう、ちょっと再生回数ちょっと上がるようになんかお願いしますよ。そうだね、確かにね、ちょっとテンション上げていこうか、じゃあ行くぞ、はい、サムライジャパン、サムライジャパン、サムライジャパン、やめましょう、これ僕選ばれてないから経験したことないし、喋ることいっぱいあるから、いっぱいある、うん、え、柳はジャパンの経験は、大学の時は、あ、そうか、はい、大学の時にジャパンの、大学の時に代表で、すげえ目細いから大丈夫、つぶった状態になっちゃうからね、キャプテンやってました一応、キャプテン、ピッチャーで、ね、あんまり言わないで、ピッチャーでキャプテンってあんまり言わないで成績はメダルは、あ、一応日米野球で、まあ、アメリカに勝って、まあ、その優勝キャプテンにもなったし、最優秀選手にもなったし、すげえ覚えてる、まあ、もうちょっとあるんですけどちょっと時間が足りなくなっちゃうんで、なんか嫌だな、気分悪いな、なんかそうなんだ、思い入れありますね。え、雄大は、雄大もいっぱいで、 WBC も、 WBC は行ってないんですよね。あ、行ってない、はい、え、侍ジャパンと、サムライジャパンはまあ一括りとして、その国際大会は2回行ってきて、この前のも国際大会だからね、あのオリンピックもだから3度国際大会やってますね。あ、なるほどね、やっぱ全く全然サムライジャパンでもかすりもしてないから、え、どうなの、やっぱりこのユニフォームをもらった瞬間、うってなるの、めっちゃ嬉しいですよね。まずそのね、あのホテルに入ったりして、あの置いてあるんですよ、段ボールでバーってユニフォームとかね、まあ出して待って見るじゃないですか、で、まあ、20、王の、王の22って書いてあって、まあ、まず切るよね、嬉しくて、あ、切るんだ、鏡に立ってやばいなみたいな、かっこいいやん、で、脱いでおいてシャメ取るみたいな、ね、あ、押し取ってで、やっぱアピールしちゃってるもんね、みんなに、何が、世界の王のですみたいな言っちゃうもんね、すぐ言うからね。でもやっぱり羨ましいよ、見てて。あ、でもこれからまだ目指せるよね、全然。いや、もうもちろんですね、僕もプロでこれからっていう、はい、一回も、でもかすりもしたことないんで、なんとか1回ぐらいは選ばれたいですね。そうだよね、はい、まあ、まあ俺も出たことないから共に目指そう。アマチュアでしょ、だって出たのは。あ、そうです、うん、一緒に出ようよ、共に目指しましょうか、目指そう、目指そう、はい、ね、どう、俺らいけそうかな。
祖母は無理やろ無理か おじさんやから。おじさん、おじさんない、おじさん侍ジャパンみたいなないかな、なんかあオーバーオーバーサーティーオーバーエイジのサントリーさんが主催してるあのドリームなんとかドリームマッチみたいな。でもあれもね、れも代表だから ね、 あれもねレジェンドしか出てないから、うん、レジェンドばっかりの、うん、まあね、まあ、そこを目指したいと思います。え、金メダルはどうしてるんですか今。金メダルはだから今日持ってきました。持ってきた、はい、見せてよ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 。そのやりましたよもうさっき、それ朝ウキンとサキンのやつ、ウキンとサキンのやつね。金メダルはね、あのその金メダル、まあ、はい、生まれた時の称号としてもらったやつ、ね、持ってますよね。持ってますよ。ピカピカのやつ持ってます。まあその話は、うんうん、まあピカピカのやつ、まあ、お家のね、あの一番目立つこのリビングの一番目立つところに飾ってある。そうそう、あ、飾ってあるんだ、はい、金メダル。え、娘とかかけたりしない。あのオリンピック終わって、うん、まあ、約1ヶ月間行ってたんで、うんうん、あの大会に、うん、まあ、久々に帰って、しかも金メダルを持って帰ると、うん、最高じゃないですか、うん、でまあ帰ってきて、まあ、妻に、うんうん、取ってきたでって言って、でその次娘たち、ね、2人がいたんで、うん、取ってきた金メダルって、まあ、よう分かってないんですよね、まだね、お帰りみたいな、うん、でまあ渡してかけてあげて、で妻とちょっとね、こんなんやったこんなんやったあんなんやったって喋ってて、うん、で10分ぐらい経った後に、であれそういえば金メダルどこ行ったかなと思って、娘にどこやったんって聞いたら、えおもちゃ部屋って言ってね、おもちゃ部屋なんで置いたのとかバーって探しに行ったら、あのおもちゃ箱にドーン入ってた金メダルが、かわいい、一緒に、あかんあかん、これ大事なもんやからって言って。でも大野雄大って言ったら、あのメダルこうやってかけられて、まあ天に向かって、 ありましたね、うん、まあ木下雄介に向けて、はい、うん、あれはやっぱり見てて見てて鳥肌だったよね、はい、すぐ分かりました。なんか嬉しかったよね、はい、俺らも見てて、ね、あ、よく、まあね、よくやってくれたって本当に思ったよね。まあ、それこそ大会中にね、ちょっとあの、うん、まあね、悲しいことになっちゃったんですけどね、うんうんうん、まあ、木下と大会行く前に金メダル見せてくださいっていう、ね、うん、話を本当にまあ些細な会話だったんですけどね、うん、してて、まあ、それを思い出してね、うんうん、まあ、一番に報告したろうと思ってやったんですけど、よかったよね。でも、うん、よかったですね、うん、まあ、柳も多分それ見てて気づいてくれて、うん、まあ、すぐ LINE くれたんですよ、うん、僕はまあ全部閉会式終わってみたら、柳が木下さんに見せたんですねって、よかったです、絶対喜んでるね木下も、うん、いや、いいね、祖母さんの家の、ま、あとサボテンにもかけてあげたいです、うん、サボテンにかけ、いや、いらない、いらないです、うん、サボテンは大丈夫ですか、うん、あのトゲいっぱいあるから、あの穴開いちゃう穴開いちゃう、金メダルに